えー、こんにちは黒田和之です今日もごご視聴ありがとうございます今日から速度記号っていうのをやっていくんですが、えー、まあそのテンポ僕もドラマーなのでテンポについていろいろ専門家ではないですが、まあ、そういったことをずっとやってるわけですが、まあ、メトロノームっていうのはもとにかく僕の生活にはもう切っては切れないということなんですが音楽家で最初にメトロノームを使用した作曲家っていうのは誰かというとこれご存知の方もいらっしゃるかと思いますが。 ベートーベンの、まあ、信仰友達でもあったヨハン・ネポムク・メルツェルというメルツェルズあのメトロノームのマークの時「MM」って書いてあるのはあれはメ,メルツェルズ・メトロノームの略らしいですね。が1816年に特許を取得しましてメルツェルというのは、まあ、そういういろんなものを作ってましてベートーベンの補助金も作ってたそうなんですがそういう,こうテンポに関することをね今回からやっていきたいと思います。 まあ前ちょっとリタルダントとかのところでもちょっと説明したと思うんですが今日はラルゴとレントとアダージョということですねこれ全部まあイタリア語なんですよ。なのでイタリア語なのでえもっといっ覚えるときに本当の意味っていうのがねラルゴは遅くレントも遅くアダージョもあの遅くっていうふうに書いてある教本もありますがまあその。 このテンポマークのこれ大体ラルゴっていうのが40から50だよって決めたのもあのメトロノームのこういう三角ののあそこに書いてあるのもああいうのもやり始めたのを取り組みしたのも多分ベートーベンなんですね。ベートーベンはそれを作ることによって指標にしたかったんですが生徒がだん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 こうこれはラルゴだから50じゃなきゃいけないっていうふうに 言い出したりとかすることに対してあ音楽っていうのはそういうもんじゃないっていうことを途中でこう出版社とかに手紙を書いてるのは残ってるそうですが、えー、まあとにかくこのラルゴからいきますねラルゴっていうのは英語で言うともラージじゃないですかなのでまあ広いとか広大なまあ大きな服の l, l サイズの l もそうですが、えー、テンポ40から50って書いてありますねテンプ40から50って言うとうん。 40ってめちゃくちゃゃく遅いんですよね僕らからすると多分使ったことがないテンポですね。3 4 1 2 3 4ものすごい遅いテンポだと思いますが、まあ、広大なとかそういう感じをやっぱ感じさせるのがあるかなと。えー、ジャズだと40今までね1回だけやったことがありますねすごく。 えゆっくりのやつで「テンプ42」とかの曲があったんですねそれはあの、えーっと「ボディーソル」っていう曲ですがそれをあのボーカリズムでやるから言葉が歌詞がいっぱい入ってるのでなので遅くしてやるっていうのをね、えー、っとトランペットの徳ちゃんと一緒にやりましたがあの時はテンプ4050だと歌えないって言われましたからね、まあ、今までの中で過去で1回ぐらい使ったことがあこれが「ラルゴ」ということト。レン

全部50なんですよなのであれが「ゆるい」いう感じですね、えー、緩いこう「ブカブカとか「ブカブカなズボン」とか「あの人の頭レントね」っていうと「あの人の頭ちょっとゆるくてちょっと」っていうイメージだそうですがいいというイメージがありますなのでラルゴは「坑ないな」っていう感じレントは「緩やかなゆるい」っていう感じのイメージがありますね。アダージョは テンポ56からまあ60ぐらいのイメージなんですかねジャズのバラードって言うとだいたいワンツーシー バラードって言われると僕らは必ずテンポ60あたりで出す,出すんですねだからまあ慣れてる人だともう勝手に始まっちゃうとだいたいこのテンポの感じでハイハットを踏むという感じで僕らはリズムを作るんですがテンポ60ぐらいですねこういうのをアダージョと言います。アダージョっていうのは注意深くとかいうイメージがあって僕はあの食べるのめちゃくちゃ早いんですね。 すごいみんなによく言われるから噛んで食べって言われるんですがそういうこうイタリア人でこうあの子供たちに親がこう食べてる時にアダージョアダージョって言うともうちょっとゆっくり噛んで食べなさいよっていうイメージがあるそうですねまあ注意深く気をつけてねっていうイメージがあるそうです例えばヘビースモーカーの人にアダージョアダージョって言うと吸い過ぎ注意よっていうイメージがあるそうなんですが店舗60っていうのがまあジャズで一番よく使うバラードの店舗かな 50だとかなり遅い感じだし40なんていうのは今まで過去にやっぱ数回しか使ったことがないっていう感じのイメージですかね。ラルゴエントアダージョということでですね言葉の意味も一緒に覚えるとちょっとなんか覚わりやすいかな今え音大とか目指してる人の指標になっていただければいいかなと思います。以上え今回はですね遅いえ速度記号遅い編をお送りしました、え。ー これが役に立ったなという人は、いいねマークをしていただいて、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。こういった内容のことを、音楽的な内容とか、まジャズの歴史とか、そういったものを、ドラマの演奏のこととか、まあそういったものを送っている無料のメールマガジンがありますので、良ければ詳細の方やカードの方から登録してください。以上です。今日もご視聴ありがとうございました。